こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。それでは25回目の1000本ノック、まずは20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それでは千本ノック25回目を見ていきます。今日はペパーミント精油についてですね。では97本目。エルメントールを含む。これは丸になります。98本目。原料植物はシソ科である。これも丸ですね。99本目。果実から圧搾法で抽出される。 合わせて100本目も見ておきましょう。歯から水蒸気蒸留法で抽出される。ですから99本目がペケ、100本目が丸になります。ペパーミント精油の原料植物はシソ科。その原料植物の歯から水蒸気蒸留法で抽出される。これを覚えておいてください。 はい。それでは今日の25回目はこれで終了になります。私のブログ、男だってあるまたがやへの読者登録をしていただけますと、毎朝のこの YouTube 動画の更新を見逃すことがありませんので、ぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。